を取り返せ。楽しいね。うわ、気をつけて。うわ、怖そう。あんなにたくさんの果物を一輪車で運ぶつもり？マジックティアーズジェリーズ。To be a healthy baby, stronger than a lion. Listen to the advice of Hammy the clown. If you feel like eating candy, well, that's dandy. But try to eat an apple or a tangerine. Take care of your teeth and your tummy too. Always eat some fruit, 5 portions a day. Pineapple, bananas, strawberries and cherries. You'll love them, you will see, cause they are natural sweets. Wow! 全部食べちゃったのね。1週間はベッドから出たくない。あれ、風車の調子が変。ナンシー、ちょっと行ってどうなってるか見てきて。私が行ってもいいけど、すごく疲れちゃって。見て見て、飛べてるでしょ。あ、一応。風車の調子がおかしい。もしかすると風の強さが。いや違うね、甘さが足りないんだ。そんなことないわ。絶対そうです。見てて。ナンシー、は写真撮ってもらえる？フッティフルティジェリーズってば、いたずら好きなんだから。いいこと考えた。この網で全員捕まえて果物の木に戻すのよ。私はお昼寝しなきゃ。ほらね、問題解決。もうちょっと信用してくれない？風車はいつも通り動いてる。そうは思えないわ。レーダーを見て、いつもと違うものが映ってるじゃない。ポム、何か触ったんでしょう？何もしてないってば。まあ見てて、絶対に直せる。心配いらないわ。ジャムさえあれば大丈夫。ジェリーズはジャムが大好きなんだもん。瓶を開けたら絶対中に入るから。アロハ。ダムダム。ナンシー、ブーケ作ってるんだけど手伝って。うわあ、助けて！レーダーがまたちゃんと動き始めたよ、アンジー。だけどゲートの消毒ミストがなんでか大量に減ってるのよね。何があったのかさっぱり。そう、わからないよね。元気出してナンシー。あなたのおかげですごくよく休めた。これでジェリーズを捕まえに行く計画を立てられるわ。大変だ。果物工場がジェリーズに乗っ取られた。嘘でしょ、どうすればいいの？ナンシー、ちょっとどこ行くの？うわ、何よこれ。あれは？ピヨピヨ。ナンシー！ナナ？ジェリーズが音楽の魔法にかかった。信じられない。いいこと考えたね、ナンシー。ブラボー！やったね！すごいだね、ナナ。ありがとう、ナンシー。あなた最高よ。結局あなたが言った通りだった。さすがポム、最高だわ。
もうブドウはいい。この香水にはいろんな果物の香りを入れるの。いちごじゃないし、バナナは入れたし、そう、オレンジ、もっとオレンジを入れよう。大丈夫、トゥッティフルッティは1の香りの名人よ。ナンシーったら不器用なんだから。なんだっけ、完璧、いろんな果物の香りね。名付けてトゥッティフルッティパビューム。ダメ、ベイビーたち専用よ。ランラ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 ンラランラランいい匂い。なんなの、私も欲しい。トゥッティフルッティパフュームよ、私が作った香水なの。何このいい匂い、トゥッティフルッティパフューム。つけたいから少しちょうだい。ちょっと私が先よ、私よ。それがもう残ってないの。嘘でしょ、こんな素敵な香りなのに。名人を逃がしちゃダメ。待ってよ、匂いが消えちゃう。見つからないと思って来たの。こっちから匂いがする。逃がさないで。こっちへ来る。かくまって。任せて、考えがある。できた。早く隠れて。ありがとう、ボクシー。静かに。来たわよ。あ、なんでここにバスタブがあるの。ペットたちをお風呂に入れるの。トゥッティフルッティパフュームの匂いがするけど、私かな。ちょっとやめて、匂いを追えなくなっちゃう。グレイスは探してるの。彼女の香水は。グレイス、誰だっけ。グレイスなんて知らないわ。翼の広場を見てみた。なるほどね、行ってみよう。ありがとう。私もケーキを持って行こうかな。どうしよう、翼の広場へ行ったらすぐに私がいないのがバレて、また探しに来るわ。大丈夫、っていうかみんなにトゥッティフルッティパフュームを作れば、みんなに作ってたら何日も何週間もかかっちゃう。手伝おうか。それなら一日でできるかも。早速トゥッティフルッティは行こう。まずメロンを3滴ね。それからバナナ1滴だけよ。美味しそう。香水の味がする。当たり前でしょ。うん、もうちょっと足してみようかな。この匂いじゃない。どうだっけ。ねえ、来ちゃう。香水はできた。最悪。桃とブドウとメロンのエッセンス取ってきて。大変、香水が作れない。ナンシー、作り方覚えてる。キュピャピャピャ。あなたが作ったってどういうこと。あれは私の。わかったわ、あなたが作ったのね。助けてくれる。みんなが香水作るなんて見たことないわ。すごいチームワーク。ナンシーの香水はトゥッティフルッティワンで一番。グレイスがいたわ。あなたの香水は最高。ほんのちょっとでいいからくれない。すっごくいい香り。ごめんね、ナンシー。助けてくれてありがとう。マジックミラーズジェリーズ。私たちトゥッティフルッティパフュームよ。まだつけてないんだってば。大丈夫、好きなだけ作れるわ。ナンシーが作り方を教えてくれればね。Cry babies, magic tears.
イチゴなの。優勝は間違いなしね。絶対そう、立派だもんね。立派といえばこれを見て。うわーかっこいい。お家と同じ大きさだ。太陽と同じ色だしね。3年連続で優勝してるから、もちろん今年も優勝するつもりよ。見せてあげようか。自撮りしてもいいわよ。奇跡でも起きなきゃ私のイチゴは勝てないわ。奇跡は魔法みたいなもんだよね。ああ、魔法がたくさんある場所はどこ？ファンタジーマウンテンだよ。行こう。ティナ、力を貸して。いらっしゃい。私たちイチゴを大きくしたいの。ご心配なく。まあ落ち着いて、望みを叶えてあげる。魔法の美味しい肥料。上、猿の足の匂いだ。上、ひどい匂いだね。ええ、これを二つまみだけ与えて。やりすぎると恐ろしいことに。驚かさないで。ありがとう。行こう。魔法の肥料をあげよう。一つまみ、二つまみっと。え、そんなんじゃ少なすぎるよ。貸して。でも、ティナは二つまみって。二つまみじゃ大きくならないよ。でもやりすぎると恐ろしいことになっちゃうんだよ。人の言葉を全部信じないの。こんなにかけちゃった。多いほどいいの。大きくならないよ。魔法が効かなかったとか。もう寝ようっと。ああそうだね。じゃあおやすみ、果物ちゃん。今年の優勝は決まりだね。イエーイ。待って、どうやって運べばいいの？コンテストの会場はビーチよ。そこまでイチゴを持ってかなきゃ。とんでもなく大きすぎてびくともしないんですけど。少しは動いたような気がする。ティナが言った通りね。恐ろしいことになったわ。これを運ぶのは無理。ごめんね。何でも少なすぎるより多すぎる方が好きなんだよね。ファンタジーを呼んでこよう。二つまみだけって言ったでしょ。ポムのせいなの。もっと強くね。これで精一杯。やったー。わあ、大丈夫？ダメ、こんなの無理。この巨大イチゴを動かすにはかなりの力が必要よ。うん、いいこと考えた。手伝って。笑いすぎて涙が出ちゃうわ。いい？チェリーズにイチゴ運ぶのを手伝ってもらうためだからね。マジックティアーチェリーズ。頼むよチェリーズ、押して。行き先をちゃんと言わないから。ジェリーズが言うことを聞かないの。大変。このままじゃコンテストに間に合わないよ。発表します。めっちゃちっちゃい果物賞はグレース。お待たせしました。次は今日最後の賞、めっちゃ大きい果物賞です。変ね。エラはどこ？コンテスト楽しみにしてたのに。仕方ないわ。負けるって分かってるから来なかったのよ。ミアが優勝しちゃう。心配しないで、ジェリーズならきっと間に合う。そうだ、音楽でやる気を出させたら。さあジェリーズ、盛り上がっていくよ。今年のめっちゃ大きい果物賞は、私を、私の名前を呼んで。はーい。遅れちゃってごめん。うわー、びっくり。めっちゃ大きい果物賞はエラのイチゴ。おめでとうエラ。10点満点よ。素晴らしいイチゴだね。わあ、助けて。ダメ。イチゴが暴走してる。イチゴがぐちゃぐちゃになっちゃった。落ち込まないでエラ。実を言うと、ファンタジーの力を借りて魔法をかけたの。ショーはピアノ。ショーのことなんてどうだっていい。それよりも、こんなに量があったらたくさんデザートが作れるわ。アイスクリーム作ろう。私はケーキ。Thank you.
くいい匂いがするわ。それにこの暗いジュース美味しすぎる。もう一杯おかわり。おかわり？でももうないのよ。どうして？あなたが飲んだから。暗いジュースのないトゥッティフルティーワンなんてありえないわ。これってボトルのないベイビーボトルダニみたい。何？うわっ、ジュースがないならみんなで作ればいいんだよ。みんなで？やったー。あの果物工場で私たちもジュース作りを見られるの？もちろんよ。わーい、どうやって作るのか知りたい。うん、よし。おー、入って、ここは消毒スペースよ。消毒完了。わー、あれが丸い天井。わー、これがコントロールモニター。わー、そしてこれが、はあ、果物の甘いいい匂い。わー、ついてきて。ほら、後でお掃除しなきゃ。わー、う、あ。そしてこれがお待ちかねのまぜまぜマシーン。見たい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 。作ってみたいわ。どんな果物を入れてもいいの？果物は目が回らない。このマシーンをくれる？いいよ。いや、これはあげられないけど、みんなで暗いジュースを作ろう。まずどの果物を入れるか決めなきゃね。バナナがいい。いいえ、ブラックベリー。ダメ、リンゴ。バナナだよ。リンゴがいい。ブラックベリーだ。だったら全部入れるのはどう？うん、おー。待って、歌いながら混ぜるとジュースが美味しくなるんだよ。 First the banana to have a better week, then the blackberryAlways tasting sweet. The apple in the morning is not a hit of boring. Mix them all together. Cry juice is why. もう一度。 First the banana to have a better week. Then the blackberry. Always tasting sweet. The apple in the morning is not a hit of boring. Mix them all together. Cry juice is forever. Why? これでよし。じゃあ混ぜ混ぜしよう。私にやらせて。もちろんだよ。飲んでみましょう。うん、この味ってなんだかチェリービーンズの雲みたい。それにキャラメルの虹みたい。これ、うん、おいしい。本当に最高。感動しちゃって涙が出そうだわ。マジックティアーズチェリーズ。いたずら好きなの。だから果物工場の中には入れないっていう決まりがあるの。ダメ、こら、捕まえた。待ちなさい。ダメ、果物を取らないで。うん、返して。トゥッティフルッティワンが好きならもうやめて。そうだ、ナナ、これくらいで済んで。じゃあ外に運びましょう。さあ、二人とも頑張って。さあ、その調子よ。頑張れ。やめて、食べちゃダメ。お願い、食べないで。チェリーズが逃げる。待て。ちょっと、あっちに逃げた。戻ってきて。いた。逃がさないわよ。ダメダメ、ほら、あー、これ、カニの方へ向かってる。ダメ、そっち行かないで。どうしよう。チェリーズはどこに行ったの？大変なことになったわ。続く。
ジュースのないトゥッティフルッティーワンなんて。ジュースがないならみんなで作ればいい。わーい。ダメ、果物工場にジェリーズが。谷の方へ向かってる。ダメ、そっちへ行かないで。どうしよう。ジェリーズは大変なことになったわ。ジェリーズを捕まえて。ベンチョサビブドマそんなファンシーのベビーカーが。ママ早く捕まえないと。行こうだね。嘘でしょ、めちゃくちゃだわ。来なさい。ああもう悪い子ね。ほら待て待て。バボ完璧。待て、でももっと練習して。じゃあね。ランダラン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 ダランダン。あ、アナ。ちょっと何してるのよ。それは私のよ。ちょっとそれに触らないで。どこ行くの？あ、私のマイク。生まれてトゥッティフルッティワンから逃げたの。涙？本当？必ずおもちゃを取り戻すわ。マナを仕掛けて捕まえよう。まったくもう。アップダウン。滑るからだわ。どうやって捕まえればいいの？どうしよう。ひらめいた。工場ではジャムを使って捕まえたでしょ。ベタベタするものを使えばいい。サーシャの鼻水は？じゃなくてコニーのジャムよ。賛成。お砂糖取って、はい、それとジュースも少し足して。これでいいわ。ねえ、ベタベタは十分？多分ね。さあ、準備はいい？ベタベタ攻撃！おう！ジャムを避けたわ。もっと投げて。バボー。あとあとジャムじゃ捕まえられないわ。どうすればいいの？向こうもそのうちおとなしくなるわよ。何してるの？おしゃぶりを加えてる場合？貸して。すごい力ね。掃除機みたい。そうだわ。掃除機攻撃よ。ウィーウィー。うまくいきそう。頑張れリジ、どんどん吸って。ジェリーズを捕まえたわ。やった。はいどうぞ。ごめんね、こんなことになるとは思わなかったの。みんなありがとう。ねえ、ジェリーズをどうする？そうね、逃がすのはダメよ。凍らせるのはどう？そんなのかわいそうよ。その子たちはトゥッティフルッティワンに連れて帰ろう。私もイチゴの匂いが恋しい。戻ってきたけど、これからどうする？ジェリーズを自由にしよう。絶対ダメ。ジェリーズがまた谷へ逃げたらどうするのよ。もう悪いことはしちゃダメって分かったよね、ジェリーズ。あっぴー。分かったって。袋を開けて。パピーチョコラテ。見て、木にネックレスがぶら下がってる。あの木はカップケーキよ。私たちが好きなものだわ。この木最高。私のお庭に植えてもいい？オレンジ味ね。トゥッティフルッティワン大好き。おジェリーズがいてもね。
は危ない。腐った果物って最悪、汚れた靴下みたいに臭いんだもん。ああ、おう、痛い。大丈夫？私はね、でもお尻はいいえって。マジックティアーズジェリーズ。今のは笑っちゃった。でも一歩間違えれば怪我してた。誰かが生ゴミ入れに捨てなかったせいよ。うん、きっとその子の仕業だわ。見て、いっぱい落ちてる。追いかけてみよう。川を追いかければ誰が捨てたかわかる。うん、やっぱりあなたがバナナの皮ポイ捨てやね。何それ、ポイ捨てよ。どうしたの、私はナナよ。名前は知ってるでしょ。私が転んだのはあなたのせいよ。皮をポイ捨てしないで、じゃないとみんなが転んじゃうわ。ごめん、バナナを食べると美味しすぎるから他のことはつい忘れちゃうの。ナナ、そんなにぼんやりしてちゃダメよ。この綺麗な景色を守らなきゃ。でも皮があった方が素敵かも。はい、ルイルイ。ジェリーズも楽しそうだわ。じゃあね、私はおやつを食べに行く。冗談じゃないわよ。このトゥッティフルッティワンでバナナの皮で転ぶ事故が二度と起きないように私が何とかする。はい。うん、美味しそう。アイスクリームは？そうよ、バナナをアイスにしよう。ああ、今度こそ絶対よ。あ？そうだ、バナナジュースにしたら最高。食べてみて。あれ？はい、みんな、バナナの皮にはもううんざり。ナナはバナナしか食べないの？私が助けてあげる。この魔法の玉によると、また誰かが転ぶ前にナナは心を入れ替える。それっていつ？私、こんなのはもううんざり。それはまさに今よ。とても恐ろしいことが起きるわ。ナナダメ。皮は生ゴミ入れに入れてって数えきれないくらい言ったでしょ。そっか、忘れてた。誰かが皮で滑って転ぶかもしれないよ。あなたは心配しすぎ。わー、何も見えない。わー、すごく押した。ちょっと、世界記録を破れそうだね。助けてあげようよ。ダメ、ナナには反省してもらおう。クモさん元気？あれは鳥？飛行機？あれはナナよ。おっと、ごめん、の皮は危ないって分かったはずね。確かに、魔法で助けるわ。わあ、アイスクリームも滑りやすいでしょ。捕まえた。ごめんね、ピア。もう皮をポイ捨てしたりしない。これからは絶対に忘れないわ。すごく危ないもん。そうだ、見てくれる？皮でずっと滑ってたらスケートがこんなに上手になっちゃった。はい。ピア、面白い滑り方ね。一番上手に滑った人が優勝よ。バナナはこんなにある。スケートし終わったら皮をどうするかわかる？生ゴミ入れよ。
当番に遅れてるよ。おはよう。消毒完了。いい匂いね。頑張ろうと。何も確かめずに警報を止めちゃった。どうして警報が鳴ったの？こんなのおかしい。果物がもうないってどういうこと？あなたも気づいたの？ええ、もちろん。って何を？ここに果物がないこと。ずっと雨が降ってないから木が枯れちゃいそうなの。大変！だったら今すぐみんなを集めて話し合わなきゃ。さてと、まずは私から話すわね。雨が降らない原因を突き止めるために調査チームを作るっていうアイディアはどうかしら。うん、賛成。もしこのまま雨が降らなかったらトゥッティフルティワンから暗いジュースが全部なくなっちゃうわ。今すぐ何とかしなきゃ。もう待ってるだけじゃダメだったら。何かやろう、何かやろう、何かやろう。エアエア、エアエア、エアエア。雨乞いの踊り、すごくいい感じじゃない？でも踊ったって何も変わらないわ。こんなことしても雨は降らない。何？よく聞こえない。おしまい。頑張ったわね。ねえ、大丈夫？空を見て、雲を呼び寄せたわ。でも、そんなことありえる？雨乞いで雲を呼んだわ。雲は呼べても雨はまだ降ってないけど。じゃあ次はあの雲にくしゃみの粉を打ち込んでくしゃみをさせてみましょう。すごい作戦だね。この大砲でくしゃみの粉を発射する準備ができた。いい？カウントダウンを始めるよ。10、9、くしゃみの粉？8、それでうまくいくの？7、6、5、待って、4、5、うん、あっ、うん、ほらみんな、この調子で頑張ろう。ウィーブタウィー。これからダーダが雲が泣いちゃうようなとっても悲しいお話を聞かせてくれます。雨が降らない、雨が降らない。ウィー。こら、そこで何してるの？ちょっとそれを返して。あ、それよ。あ、やった。泣くほど笑ってるわ。これで雲も笑い泣きしてくれるかも。笑ってる間に果物の木は枯れていくのに。マジックティアーズジェリー。全然ダメね。当たり前よ。こんなことで雨が降るわけない。どうしてもっと早くそう言わなかったの？言おうとしたけど、みんながすっごく張り切ってたから正直な意見なんて言えなかったの。今はあなたの意見を聞きたいわ。空に雲はあるけど灰色じゃないし、畑から遠い場所にあるわ。わかった。問題は風がないことよ。風があれば雲を湖の上に動かせる。湖の水を吸い上げた雲を畑の上に動かして雨を降らせるのよ。でもどうやって風を起こすの？そうね、あれよ、果物工場の風車で雲に風を送ればいいんだわ。賛成。風車にエンジンをつけよう。決まり。そうすれば強い風を起こせる。今度こそ絶対うまくいくわ。このボタンを押して風車が猛スピードで回るよ。メル、あなたが押すべきよ。あんなに一生懸命やったんだから。
ニーのカートには何でもあるわね。うえ、ナナ、さっき塩を渡したでしょ。塩味のフルーツパイ、まずすぎる。お料理ってすごく楽しい。みんなのためならもっと楽しそう。うん、ひらめいた。ごちそうするのはどう？ファンタジーたちに、ベイビーボトル谷のみんなにも。シェフは私よ。そんなのずるい。じゃあ私はお皿を運ぶ。フルーティーレストラン、お手紙です。うん、今のは誰？あ、手紙だわ。誰からだろう。トゥッティフルッティワンでの食事会に皆さんを招待します。あははやったー。お腹いっぱい食べようね。イエー。ねえナナ、果物工場から果物を持ってきたよ。ありがとう。一番乗り、やったー。怪我はないわ。うん、ようこそ。アンジー、お皿を運んで。まずはサラダです。おいしそう。これまで食べた中で一番のフルーツサラダだ。ボクシー、勝手に手で取らないで。手を洗ってなかったよ。最悪だったらこれもう食べない。待ってて、すぐに新しいサラダをお持ちします。私もおかわり。ボクシーがグリフのを食べたから急いでもう一皿作って。手は二つしかないのに。お客様が料理を待ってるのよ。私がシェフだったらすぐに作れるわ。なんですって？どうぞ。サラダはもうすぐよ。私がウェイトレスならお皿を落とさない。本当？じゃあ今からあなたがお皿を運んで、私がお料理する。すみません、果物じゃなくてカップケーキが欲しい。カップケーキはないの。なんだがっかり。そうだ、ドリーミー、この果物をアイスクリームに変えてくれない？わあ。気が変わったわ。やっぱりフルーツサラダがいい。シェフにそう伝えます。ちょっといい？私、果物はきっちり2センチでないと食べられないの。ケチャップかけて。果物にケチャップ？これもかけて。ケチャップもね。私の料理がめちゃくちゃよ。かわいそうなアンジー。このアイスクリームにチョコをかけたらもっとおいしくなる。ここにチョコはないわ。私の家にあるわよ。谷に行って取ってこいって言ってるの？よろしく。おいしいけど、そう、クリームが足りないわね。クリームはないわ。なら私の家にあるよ。はいはい、取りに行けばいいんでしょう。すごくおいしいけど、サクサクのウエハースがあればもっと完璧になる。ここにウエハースなんてないわ。うちあったってもう取りに行かないからね。すみません、私のデザートはまだ。そう、いつまで待たせるの？お腹すいた。かわいそうなナナ。お腹すいた。お腹すいた。お皿を運ぶのも大変ね。料理するのも大変。感謝の気持ちをみんなに。うん、ちょっと。マジックティアーズジェリーズ。すっごく楽しかったと思わない？二人だけで料理してた時は。いい？こうなったらもう甘い顔はしない。フルーティーレストランだもん。やめなさい。食べながらおしゃべりしない。ナフキンで顔をきれいに拭いて。テーブルに肘をついちゃダメ。手を洗ってきなさい。お行儀が良くなったわね。もう食べ物で遊ばないでね。調子に乗っちゃった。ごめんなさい、許してくれる？謝りたいから今度はあなたたちにごちそうする。すっごくおいしいのができた。お砂糖がちょっぴり足りない。蜂蜜かけたら？蜂蜜はないんだ。そうだ、コニーの家にあったわよ。
ダメ、ダメ、これでもないわ。違う、違う、ダメ。うぅ、世界一のアイスクリームケーキにぴったりの果物はなかなか見つからないわね。はぁ、おぉ、あ、あれ、うん、はぁ、ナナ、あなたラッキーね。あなたのそのバナナで世界一のアイスクリームケーキを作ってあげる。わぁ、フルータスティック、ありがとう。そんな風に言ってくれてすごく嬉しい。マジックティアーズジェリーズ。そのバナナ残しておいてね。ウィークルピッタリリコリコ。トロピカル、スメル、トロピカル、トロピカル、トロピカル、ギャー、アップアップアップ。バナもいなくなってた。じゃあバナが取ったのよ。バナナを独り占めするために。嘘でしょ、バナはトゥッティフルッティーワの泥棒だってこと。私のイチゴが、私のスイカ、私のオレンジは無事かしら。待って、バナは果物を盗んだりしない。ケーキはもう無理ね。諦めないで、ケーキは作れるわ。バナを見つければいいのよ。どうやって見つければいいの？本当にバナが取ったと思うの？じっくり調べないと。何かあったのかも。バナー！ あれ？手がかりよ。見て、ここにも川がある。これはきっとあのバナナのだわ。急いで、手がかりを追いかけよう。見て、また川があったわ。見て、そこにも川がある。バナったら全く。ここなら絶対に見つからないわ。バナも私のイチゴを絶対見つけられない。果物到着。バナがいつ現れるかわからないから静かにしてね。バナは泥棒じゃないわ。そうに決まってる。バナを捕まえればはっきりするわ。あー、泥棒が来た。さあドリーミー、あなたの出番。うん、ふん、あなたたちそこで何してるの？あ、私のバナナよ。泥棒はバナじゃなかったのね。ほっとしたわ。ジェラート。だったらバナはどこ？バナナを返して、泥棒。もうジェリーズは工場には入らない、そういう決まりでしょ。あれ、バナ。バナごめんね、果物泥棒だと思ってた。許してくれる？許すって言ってる。ババこれでアイスクリームケーキを作れるね。バナが最初に食べなきゃね。Hi, babies,
いだわ。この湖の水は香水にぴったり。水を汲むのに時間かかる？すぐ済むわ。この瓶に水を入れるだけだもの。なんか違う。ピンとこない。ああ、まだ終わらないの？あっ、大丈夫。瓶を取られた。みんなで瓶を取り戻そう。すごく時間がかかりそう。太陽の観察って面白い。ずっと輝いてるわ。書いて。あれ？どうしたんだろう。あれ見える？私たちも行かないと。アプロディプロティやっぱり思った通り、湖の真ん中にいる。北斎、魔法の本で船を描いて。わかった。描けた。すごい。これで瓶を取り戻せるわ。すごい、いい作戦だね。メル、心配そうね。いい作戦だと思わないの？それは…メルはいい作戦だとは思ってないよ。瓶はすごく遠くにあるし、この船は危なそう。メルの言う通りだ。確かにそうね。瓶を取りに行けば怖がりさんじゃなくなるわ。怖いことなんて起きない。私泳げないの。大丈夫、船を漕ぐだけだから平気なんだ。頑張って。なんでこうなっちゃったの？船が沈んでハッハ。ビンだわ。これで岸に戻れる。こっちのパドルはないの？助けて。ねえ、進めない。メルが呼んでる。遠すぎてメルの心が読めない。落ち着いて。メルはビンを見つけたって叫んでるだけよ。そうじゃないと思うわ。観察してみる。どうしてくるくる回ってるの？パドルを一本しか書かなかったからかな。大変だ。メルは岸に戻れない。ずっと湖で暮らすんだ。全部私のせいね。考えるのよ、エラ。いいこと思いついた。北斎、ロープを書いて。しまった。次は大きな釣り竿作戦。うまくいく？もちろん。余計なことしちゃダメだからね。考えるのよ、エラ。そうだ、またいいこと思いついた。湖の水をなくそう。気持ち悪い。お腹が苦しい。頑張って、あとちょっとよ。水はあとほんの数十億リットルしかないんだから。もう限界。それならいいこと思いついた。いや、やっぱりダメ。だったらでもね、ダメ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 。何にも思いつかないわ。ごめんなさい、メル。無理に船に乗せるんじゃなかった。マジックティアーズジェリーズ。え、なに？わかった、橋を作ればいいのよ。さあ、投げて。投げよう。果物を伝ってこっちに来て。まさか、果物の上を歩いて岸に戻ってって？無理よ。はっ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 。私もう怖くない。はい、レディの瓶を取り戻したよ。香水にぴったりの匂いだわ。やったね、貸して。おいしい。貸して。ねえねえ、ちょっとちょうだい。はい。ねえ、全部飲んじゃったの？誰か汲んできて。ねえ。Cry babies, magic tears. So, my magic, my heart, no more, no more.
の量よし、ジュースの酸っぱさ、オッケー。収穫を盛大にお祝いしましょう。うわー、盛り上がってる。まずはアンジーがトゥッティフルッティのみんなを代表して詩を朗読してくれます。イエーイ。桃は大きく育ち、グレープフルーツも実り、リンゴとラズベリーを摘む時が来ました。美味しいスムージーを作るためです。アンジー最高。今週ずっと詩を書いてたの。マジックティアーズジェリーズ。私たちのためにこの大きな絵を描いてくれたベイビーボトルダニのベイビーたちをお迎えください。果物のジュースで描いたのだから、とってもカラフル。ベイビーたちに大きな拍手を。ゴー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 ファンタジー。今年はファンタジーたちもお祭りを盛り上げてくれます。みんな思いっきり楽しんで。マンゴー and peach, a rainbow full of fruits, a flavorful kiss. Oh oh oh, I can't stopI dance all day long to the harvest song. I can't stop dancing, my feet are going crazy. My little waist can't stop spinning. I can't stop dancing, my feet are going crazy. My little waist can't stop spinning. さあ踊ろう、ベイビーズ。大雨になったのでお祭りは来週やり直します。はあ、ゆうべも特に問題はなしっと。止められないよ、軽くして。わあ、朝から踊ると元気が出そう。じゃあね、みんな。ゆうべは盛り上がったみたいね。消毒完了。待って、誰も果物のお世話をしてないの？ダンスが止まらない。コンサートが雨で中止になって、あの歌が頭の中をぐるぐる回ってるの。果物を収穫できない。みんなを何とかしないと。1週間後ファンタジーは来るかな。コンサートは今夜よ。みんなの頭からあの歌を追い出すにはどうすればいい？そうだ、もっと頭に残る歌を作ればいいんだわ。ピー、ギターを持ってきて。ひらめいた。ああ、ピアノ言ってた通りね。誰も果物を収穫しなかったんだわ。コンサートで歌を終わらせなかったせいよ。雨であの綺麗な歌を途中でやめちゃったからだわ。かわいそうなベイビーたちはずっと踊り続けるしかないの。頭の中でずっと歌がぐるぐる回り続けてるってこと？最後まで歌を聴くまで。残念ながらそうよ。私たちどうすればいいの？今夜あの歌を歌おう。今度は最後まで歌い切るの。やろう。そうすればきっとみんな元に戻るわ。ゴーファンタジー。お祭りのやり直しです。みんな踊って踊ってベイビーたち。踊るのをやめて。どうしてまだ踊り続けてるの？え？